全く何もないんですけど、レアガチャ回します。俺は止めたよ、俺は止めたよ、行くよ行くよ、俺は止めたよ。あーとか、あーとか言うんやろ。大丈夫、俺すごいかどうかわからん、やってないから。あー来た。あー、うんこ、うんこ。え、嘘、うん、なんていう名前なの。出てる出てる、何何なんて、なんて見え見え、これいい、いや、3、4回ぐらい持ってる。まずねに、ゴミやんけ。はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。やってまいりました。富山どうでしょうのコーナーでございます。3回目だ、ね。3回目か4回目か忘れた。いつもはその和樹と僕と、うん、高尾でやってるんですけども、うんうん、高尾がちょっと飲み会で潰れちゃったということで、ね、緊急の妖怪ハンターを一人連れてきてるんでね。今来ましたね。今来ましたね。今もう。もう始まってる。挨拶始まってる。始まってる。なんでそんな仲間なんだよ、それ。挨拶、挨拶、ほら。挨拶。え、そんな飲んだの？うん、4杯ぐらい。え、普通やね。早速、行ってみましょう。早速、シュートビルドつかまないと叩かれる。絶対つけて、絶対つけて。もう、YouTube 怖えよ。そのサイト好きだなぁ。ね、いつもそっから調べるよね。なんか、黒背景の赤。赤文字だ。図川トンネルという場所でございます。いやぁ。場所が、富山県氷見市ですね。自殺者の幽霊がいるという。おっと噂が、さまざまな霊的な噂がつぶやかれている。車で訪問するとトンネルを通過した後にタイヤがパンクする。やめて、俺タイヤ変えてくれない。帰宅後に金縛りに遭うとか。なんで帰宅後なんけ。やめて、遠い昔図川トンネルの近くに処刑場があって、うん、打ち首になった罪人の首を川に投げ捨てたということから図川という地名が、頭の川っていう。なるほどね。そういう多分これは信憑性ある。あ、あるこれは、これはある。え、塩、あ、塩ね。食卓塩。今日塩買ってきた。食卓塩買ったか。やっぱ除霊ってものは大事だから、しっかり塩かけていかないと危ないと言われる。自分でやるしかも、これ。あ、めっちゃやばいぞ、これ。どういうことこれ。そんなかける、そんなかける。いやいやいや、真似しなくていいよ。ああ、これやばいよ。何やってんの。俺は髪の毛切れない。図川とんねん。ピザポテト食べたい。自由すぎるよ。その弁当みたいなのまず食べる。パスタやだ。はぁ、ピザポテトがいい。チーしてもらったのにさ。あ、なんか当たっとるよ。うどん当たっとるよ、あの人。うどん当たった。うどん当たった。うどん当たった。よしよし、パスタ嫌って言ってしっかり食べとらな。そうなんですね。おリアクションだけホラーじゃん。皆さん今夜の2時です。夜の2時だよ。秘密時だよ。聞いた話なんやけど、今はよはよ、ちょっと5月じゃん。うん、だから何、ちょっと待って、ほんとちょっとやばいから、マジ。何時期、何時期、5月ってみんな気分落ちる時期なんよ。5月病とか。確かにね。だからみんな気が弱ってるから、うん、心霊系がすごいやばいらしい。何、取りつかれるってこと。割と心霊の旬ってことは今、今生き量が結構やばいらしい。ああ、そういうこと。今日お母さんにめっちゃ止められたもん。やべえよ今日って。で、なんか家族も、うん、なんかバイトで使、お仕事で疲れとるから。まあ俺も仕事終わりで来たから車で迎えに行こうかなと思ったら、絶対使わせないって言われた。俺はいいがかよって感じになるけど。ここやろ多分、ここかかるやろ。あー多分ここやね。ここやろ。あ、あの車絶対やめぞ。津川トンネル帰りだよ。あー、いや分からん、なんか覚えてない、全然覚えてない。やばいやん、その覚えてないって時点でもう心霊現象だよね。記憶操作されてる。あ、でもね、ワンピースがあった、あの、あ、漫画の。あ、漫画落ちとった。割とまだ街灯があって明るい感じです。あ、でもやっぱ少なくね、ここからもうないじゃん、真っ暗じゃん。そろそろハイビームにしようか。勝ち。おお、通過しちゃったっぽいです。なんで一回ちょっと場所を確認して再び探します。ちょっと迷ったんで、ちょっとマップがあそこにあるんで、ちょっとマップ確認してきます。はいよ。すいません、ほら、え、ほら、やばいんだって。やばい、ガチでやばいんだって。近くのこの字見て、この字見て、完全にもう狙ってんじゃんこれ。フォントから見て完全に狙ってたからね。めっちゃ騒がに多くね。騒がに多いよ。キノコ多いよ。現在地、図川って書いてあるよ。なんかさ、めっちゃ変な声聞こえん。うん、なんか怖いよ。そのくだりはもう終わってんだよ。でも実際やばいって。うるせえよ。そのくだりはもう終わってんだよ。これか。いや、わからんで。けど、旧つづらトンネルってなんだ。いや、とりあえずちょっと行ってみますか。そう、旧つづらトンネル。うん、旧つづらトンネルに行くことにします。今ここなんですけど、うわ、やばいよ、鳴き声がやばい。多分旧道なんですよね。なんで旧道から登ってって、とりあえず旧津田飛んでる。もう早く車乗る、怖い。声やばいんだけど。このバックサウンドマジで入れていてね。ね、BGM やばいからね。多分拾ってね。なんだろう。